下くそ。至福の音。この音がたまらない。ネスカフェゴールドブレンド。ララ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 ダラララララララありそうな上さ。ちょっと待っとって。マイノの、これはマイノと言います。ちょっと待ってね。これはね、北九州の内藤陽平選手が開発した米麹甘酒のなんですよ。で、プロのアスリートのキャリアパスサポートにつながります。そしてね、あなたがね、健康でいることが農業の活性化につながります。それからね、マイノはリカバリーだけでなく、熱中症予防、そしてリカバリーだけでなく、整腸作用、かっこ腸内フローラ、最近よく聞く腸内フローラ、成長期の栄養補助など多くの役割をサポートするんですよ。腸内環境を整えることは免疫力向上につながります。だから今のこのコロナ予防にもつながるんです。みんなモデルナだのね、バイオンテックだの、ビールバイオテクノロジーだのにが新しい治療薬を出すのを待ってるんだろうけども、でもこの北九州の内藤陽平選手が作ってるこのマイノを飲むだけで腸内環境が整い、コロナを撃退できるというのは俺が勝手に思ってることなんだけども、本当におすすめ。まだ飲んでないけど、今日の夜ちゃんと豆乳買ってきて、僕はこれを飲んで次の試合に備えると。まだ試合出てないけど頑張るよ。陽平宣伝しといたよ。頼むよ。マージン頼むよ、マージン。早くない？おー、粘ってる。おお、来た。おお、いいじゃん。煙た。頑張れ。俺。お疲れ様でした。あ、うちのチームの仲のいい二人、片岡壮選手とホープ。ホープさんです。2人は選手でありながらブランドを立ち上げて、あ、入れてません。立ち上げてはない。立ち上げてはないけど、 T シャツ作ったデザインしたチームに許可得てんの？それ通してます。本当？通してない。まあそれはまあグレーだけども。じゃあ今はもう全額自分らに入るってこと？いや、マージンゼロ。マージンゼロ？何の意味があんのそれ？宣伝やめます。全部使うから、全部使うから、これ。まあゼロでやってると。だけど、そういつもお世話になってるブランドがこういうのやるってことなんで。どこのブランド？トレス。あ、フットボール。こんないい人いますかっていう2人です。ちょっと貢献しようと思って、はい、トレースさんに、はい、マジンはゼロ。そう、カメラこっちやで。
どこ見てた今そう、こっち見てたこっち動画されてるみたいな、ね、これはあれ、これはアフリカの、これアフリカとのコラボです。アフリカ、はい、どこどこのアフリカ、これはあれやんなこれは本当にあれですよ、アフリカのウガンダとかじゃない給食かな。あ、本当にアフリカのこれ買うとね、これ買うとなんかアフリカの給食費かなんかに回されるんですよ。へえ、これは本当の方、それじゃあ去年のこれ、うん、あったやつ、やったやつ。じゃあ何にもマージンなし。マージンはなし。何が面白いのそれ。いやいやいや、マージン違うからね。マージンじゃないんだ。ああ、もうね、はい、楽しかったですよ、でもこれ作って、ね、っていうよりかそういうことやって、まあ、なんていうの、違うよあの、これからのなんそういうパイプ、売名活動じゃない、売名とあるやん、人脈か、人脈作りと、まあ、経験と、あ、経験ですね、全部自己投資みたいなもんやからね。そうやらんよりはやった方がいいか、間違いない。やらない後悔よりやる後悔ってやつ、後悔したことはじゃあ何やった上で、うん、マージン契約、マージン契約、マージン、やっぱりマージン絶対使ってください、今絶対やめて、絶対やめて、あかんあかんってもうさ、なんだいぶ絞れてんな、でもシュウペイ、シュウペイや、誕生日おめでとう、ありがとうございます。いや、できひんねんって今、このシュウペイ、あ、シュウペイ 100% やって、あ、いいじゃん、お、危ない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 、まあまあまあ、いや、切り替え早い、切り替え早いな、俺、間に買ってください、すごい、はい、2人ともすごいいい人です。めっちゃくちゃHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear T-Buck. Happy birthday. いつのやつをやってるんですか。誕生日いつですか。誕生日5月24日ですよ。5月24。はい。今何日？今日7月13。だいぶ時差あるね。だいぶ時差ある。だいぶ時差ありますよ。もうじゃあ行くか、行きましょう、よいし、今日まさかさっき、これ高速やったらどんなだけ入ってるんですか。めっちゃ入ってるんですか。あ、でも全然違うな、あ、全然違うんですか。画質広角、広角やっぱ悪くなるんですか。悪くなる、めっちゃ寄ってみよう一回めっちゃ寄りで、うん、寄り目で行く、これで行こうよ、寄りで行こうよ、これもうなんすか、これこれはいい、めっちゃめっちゃ嫌っすよ、これこれ処刑、ただのどっち見たらいいか分かんないけど、ゲンタ君の顔見たらいいか、こっち見たらいいか、あー、あ、いいやいいや処刑終わり、はい、お昼ご飯、傭兵にもらったマイの治ってきた、治ってきたよ、いろんなものが治ってきてます。ハッピーオーラー、ハッピーエレガント、ぽちゃん、マイノからキュンです、マイノからキュンです。ここで試合終了のホイッスル、見事逆転勝ち、そして2試合連続ハットトリック、主役は間違いなくこの男、大石嗣俊。メロンいただきます、ドドン、はっ、机も買いました、できるよ、あの、パーセンテージ上がるから。
ナオト。スイカありがとう。傭兵がなんかやってんの知ってる？あ、なんかやってます。まあいいの、はい。あれちょっと応援コメントちょうだい。応援メッセージちょうだい。僕も買ってます。何を？悪い。悪いな。こんなされるキャラじゃないのに。結構すごいなと思って見てます。ああ、マイの。俺らもなんかやろうよ。そうっすね。スイカでなんかやできるかな。鳥取の人言っとって。もっとは数ないと無理っすね。そうやね。スイカ送ってもらえますか。送ってもらおうよ。何さん、何さん、その人にもメッセージちょっと。滝野さん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 。滝野、聞いてるか。違う。ごめんね、マジ。迷惑かけてごめんね。ナイスゲーム、昨日ナイスゲーム。ナイス。センター。はい。はよせ。なんで？はじめまして。でおかしい。でもキヨずっと見てくれてんねやんな。常に見てる。俺も見てる。常に。あ、ナオトも見てくれてます。さっきのスイカの男です。この5000円なんやろこれ。これなんやこれ。あの赤い言うてたよ。この5000円なんや。キヨじゃあ大分の。嫌なところ教えて。嫌なところ地獄よ、そんなないっす、まずない、ない、あ、まあ、多いそうやな。3年おったかな。3年ね、めっちゃいたね。 J3 時と、うん、上がって J2 で、最後の年の J1 昇格した時、激動の時代にいた。激動っすよ、だいぶ2回昇格味わってます。え、すげえ。何気に同じチーム2回昇天昇格っす。昇格2回昇天した。昇格もやばいっす。大分あんだけは連中時やったんで、うん、あ、そっか。それだけっす、本当に。 そうだね。それで本当に1年、まあ、棒に振るったわけじゃないですけど、うん、まあでもいい経験ですね、怪我したのは。まあ、それで今のは僕があるんでっていう感じです。なんか嫌やな。なんか嫌やな。俺もね、今ね、変な汗かいてきたわ。困っちゃった今。どうしようと。あの、ね、似合わんな。いやでもなんかやっと公的な人間が出てくれたなって感じはする。今までね、ヤクザばっかり出てた。いや、一番いい人出てたやん。ああ、そうだ。あの回も面白かったよ。この5000円なんやろ。ちょっと待って、一人いないな。うん、一人さっき買っちゃった。これ出たら分かるじゃないですか。あ、森さんごちそうさまです。森さんごちそうさまです。楽しかったです、みんなとランチしました。お疲れ様です。動画いかがだったでしょうか。陽平くんのやってるマイノというのを紹介させてもらいました。彼は僕が北九州に行った時に初めてできた友達なんで、福岡の人は特に行ってください。律儀で真面目でユーモアもあり、向上心のある男なんで、新しくやろうとしてることがある方からは怒られてるみたいなんですけども、そんなことは気にせず彼は前に突き進んでいます。僕はといえば生産性のないことばっかりやり続けています。これも何かにつながるんじゃないかと思いながらやっていたところ、 FC 琉球の田中啓太選手や毎日食事ブログというのをやっていはる笠川栄太さんからもダイレクトメッセージいただき、そして自分のチャンネルで紹介させてくださいというダイレクトメッセージが僕に
最近届きました。こういうつながりというか輪が広がっていくんだなと思ったらものすごくいい気分というか気分が良くなります。内藤陽平選手の前のあれは本当に腸内環境から中からベースを上げてくれるものなんです。本当にベースが上がってくるなってきてるなって感じがします。ツイッターで1週間に1回しか上げないって言ったんですけどあれはちょっと早まったことを言ってしまったなって思ってます。今回ちょっと1日1日がすごく長くなってしまったんでまだ1週間の半分ぐらいしか経ってないんですけどここで1本上げさせてもらおうと思います。1日が短くて1週間が丸々入った動画はあこの週割と忙しかったし余裕なかったんだなと思ってもらえば、まあ、今週は割と時間はあったということで一日一日が長ったらしくてちょっと嫌な気分になっちゃうかもしれないですけど人によっちゃあ今日紹介させてもらったマイノとソウと大畑のトレスコラボ T シャツ情報みたいなのは概要欄に貼っておきます。これ言ってみたかったです。あといいねとチャンネル登録よろしくお願いします。これが普通のキュン、これがミツさんのキュン。ミツさんチャンネル登録よろしくお願いします。キュン、ポケットからキュンです。